ック、E231K800 番台復活。どうも、サトリです。ついにこの顔の更新 UI 登場かな。みんな、小石だよ。というわけで今回は、3月19日に運用復帰したこちらの車両、E231K800 番台、KK91 編成に乗務していきます。ついにこの顔の車両が復活したということで、乗務員たちは大盛り上がりだったね。更新 UI になったのでこの通り、室内灯も点灯させれます。で、E231K 独特の感慨音も健在。何気にマスコンの診断音が新しくなってるね。そうね、実録でよりリアルなマスコン音となったわ。まあ、前使ってた武骨な診断音も好きだったんだけどね。走行してるうちに隣の KK31 編成が出庫開始。KK31 編成、復活から半年以上が経過して、無事高根鉄道に慣れ親しんできたね。運転再開時の編成にも抜擢されたのが功を奏したかしら。ちなみに、この KK91 編成の復活をもって、高根鉄道で未復活の車両は残すは02系のみとなりました。まあ209系0番台とか、ずっと前から旧車されてる209系1100番台とか、110は除くけどね。1100番台こと TK26 編成、果たして復活するのでしょうか。そういえばこの前運転動画を出してたけど、前座大修繕のモーター音が変わってたね。あれね、E233系みたいなモーター音。もしかしたら、TK26 編成にはこのモーター音が使われるかもしれないわね。で、KK31 編成が出庫してったので、そろそろ私たちも出庫ね。昨日の出庫って出庫間隔を詰められるから便利。合図よし、入れ替え進行。国大車庫。多分9番線、出発進行。更新 UI ってことで、当然 UI を買ってるのもいいね。てか何気に出庫の運転様子を動画にするのは初。と思いきや、1102F の運用パートで映してたわね、そういや。自らの動画を宣伝していくスタイル。まあまあ、これが地産地消ってやつです。違うと思う。さて、列車は有機線区域を抜けていき、最近分岐が交換されたらしい高岡国大車庫の分岐へ。この分岐、未だにロブクソのせいでアップル勢が分岐渡れなくてヒーヒー言ってるとかなんとか。まあ Windows パソコンを使ってる私には関係ないんです通り。そういえばいつだかにコメント欄で、使用してるパソコンのスペックを教えてほしいなんてものがあったわね。確かに、そういえば動画内で紹介したことなかったね。というわけで、パソコンのスペックドン。なんというか、なんとも言えないというか。CPU は i7 の10700、実質全世代の i9 と同等のスペックを持つ CPU ね。これがすでに3世代前、性能としては今の i5 並もしくはそれ以下であることに時代の流れを感じる私です。で、メモリーは 16GB。本当は購入時に32に増設予定だったけど、まあ適だったんだよね。シティスカとかマイクラをやるときは時折メモリ不足に陥るわね。で、最後がブラボ、RTX 2060スーパー。こいつは随分と古いブラボだこと。GTX 1080くらいの性能を持ったブラボのついた GTO パソコンが欲しいということでこれに。今のブラボ、性能がかなりピンキリでこの頃は価格もピンキリでしたから。と、これで解説は以上です。コメント返信に見せつけつつ百稼ぎを行うという汚い言動。何を言ってるんですかあなたは。というわけで高岡国大こと TKD に到着。この駅から折り返し普通高岡行きとして営業を開始します。ちなみに国大始発の電車、今回のような高岡行きは車掌側で発車メロディのスイッチ操作ができるけど、高根港行き電車の場合、ホーム高岡型には発車ベルスイッチがないから、運転士が鳴らすよ。まあ、どっちにしろ最近はワンマン運転が増えてるからそもそもならないこともしばしばだけど。さて、この動画では珍しい折り返しセットアップを流しまして、反対側の先頭部へ。まあ大抵、始発駅から途中駅まで流すってパターンが多いもんね、そりゃ当然。で、なんやかんやで発車メロディが流れ始めまして、いよいよお久しぶりの KK91 編成での営業運転に出発です。余談だけれども、私たちが営業運転で初めて運転したのも、この KK91 編成だったのよね。おまけのその KK91 編成が追加されて間もなく、初の営業運転に投入された瞬間でもあったね。まあつまり、この KK91 とは切っても切れない関係なんですよね。隠れながら気に入ってはいる車両です。まあそれより中の人は圧倒的に D503 が好きらしいけどね。それは言ってはいけないお約束。ちなみにいつだかの解説パートでも話したけど、この E231系は外環状209系とはほぼ同じだけど、黄緑と深緑の2色帯になってるというのが大きな違いになるわ。他には車両番号が形式式じゃなくてシール式になってるね。さてそれじゃ列車は独特なドア音に独特な感慨音を鳴らし、高岡国大を後にします。にしてもこのマスコンの音いいねほんと。今回は電車で GO のマスコンを使ってるから、より良い感じの音で操作できるね。本当は最新版のやつも買いたいんだけどね。予算がなくて、
今使ってるのどっちもプレステ時代のやつだからね。あとまあついでに余剰専用のやつも買いたい。いやそれは欲張りだわ。ちなみに私は電車で GO のコントローラーを使用する際、電車で GO、コントローラー変換機というソフトを使用しています。ネットで同名で検索すれば出てきます。よければ皆さんも使ってみてください。本来は PC 版電車で GO、希少な PC 版コントローラーを有してずとも専用コントローラーで運転できるようにするソフトなんだけど、キーボード出力で使える機能もあって、それを使えば JTS のみならずオバなどでも使えるね。てか普段運転席視点でかぶりつくことがないからなかなか気づかないけど、何気に揺れも再現されてるわね。確かにさっきところどころで横揺れしてたな。というわけで高岡東停車6両。ちなみに最近縦長のモニターに買い直したので、若干上が切れてる関係上、下寄りの視点になっちゃってます。ごめんね。にしても本当に巻き込んだリアルに動くね。やっぱ JTS はこれじゃないと。と高岡東に停車。この駅はつい最近発車メロディが更新された駅ね。その新発車メロディ、割と賛否両論みたいな感じだったね。確かに新しい雰囲気の良い発車メロディではあるけど、古いマリンライナーやら水星、どちらも良かったからね。ちなみに中の人はマリンライナーが大好きでした。と、雨が降ってきたわね。というわけでワイパーを起動。この鉄道は雨が降ってきたらとかじゃなくて、手動で全部起動させるよ。まあ現実でもそうだけどね。個人的には02系のワイパーの動きが大好き。というわけで2番線の普通高岡行き、扉が閉まります。発車オーライ。そういえば最近駅員募集の再開によって駅員が増え、それに伴い駅員の配置される機会も増えたね。まあ正社員は相変わらず駅員をしてないけどね。電車の運転が楽しいからね、仕方ないね。合図よし、出発進行。高岡東発車。相変わらずマスコンの動きがリアルだな。やっぱり JTS を運行するならマスコンに限るわね。たまに事故るけど、マスコンの上下のキーバインドしか参照してないから、 ATC に引っ掛けると段数がずれちゃうから、まあ大変。あと PS 版のマスコンを使うとマスコンでブロックが反応しちゃう、おまけ付き。ちなみに棒にはトリコとベーブも多分さっき紹介したソフトを使ってます。多分 USB 接続なら追加装備も不要だし、変換器を使えば PS の差し込み付き版のも使える。すごい万能だよ。最近では MTC ことマルチトレインコントローラーも欲しいんだとかなんとか。と、列車は高岡車庫の横を通過、間もなく高岡です。高岡車庫といえば、この E231 系は実は高岡車庫にも入庫できたんだよね。更新 UI になったことに伴い、高岡車庫への入庫機能が撤廃されたようです。非常に惜しかった。さて、列車はシーサスクロッシングを渡り高岡駅3番線へ。高岡駅の1番線から3番線は九南北線が使用してたホームです。今は使われておらず、先日運用開始した新発車場が設置されてないことからも、もう使用することはないでしょう。高岡駅も高架化され、時期に1、3番線は見れなくなるしね。と、停止位置が近づいてきたので低速で、と、高根港とは違い、高岡はダイヤのネックとなるため ATC 後までの段階低速信号は設置されてません。というわけで高岡停車、よし。ご乗車ありがとうございました。終点高岡です。というわけで高岡に着いたということで今回はここまで。最後に、約3ヶ月ぶりのメインシリーズ、本当にお待たせしました。申し訳ないです。今後も不定期ではありますが、まったり更新していければなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。